青木道場何回目だろう3回目みたいな感じですね。今ちょうど釣り行って帰ってきてみたいな状態でですね、まあ、本来ここの基地にバスボートが入ってるんですが、ちょっとねオールスタークラシックがあるので、まあ、その合間でねちょっと今ボートが霞ヶ浦に置いてきている状態です。で、まあ、いつもねここで大体いろんな準備をして、釣りに出かけます。なので、ね、ほぼ、まあ、自分が持っているタックルほぼほんと全て、このまあガレージと、まあ、こっち側が釣り部屋なんですけど、まあ、ここにほぼ、保管してます。で今日はまあボート内に車が入ってるんですけど、でちょうど荷物も整理するので一旦整理するので下ろしてますんで、まあ、前回ねそのちょっとこう、まあ、まとめたレンタルボートとかそういった道具を紹介したんですが、まあ、今日はちょっとフルタックル紹介しようかなというところで、まあロッドリールはちょっととりあえず置いといて、ルアーですね、まあ、小物類も含め今ここにずらっとこう並んでるんですけど、これが一応もう自分の一軍タックです、まあ、これに加えて、まあ、あと車に予備が入ってたり、するんですけど、まあ、まずこれをちょっと、まあ、今日は紹介していこうかなと思います。まあ、まず最初にプラグ類を紹介すると、基本的にこの2つ、まあ、バーサスのちょっとこれ名称わかんないんですけど、まあ、2つこれです。これがもう本当にプラグ全部入っている状態です。まあ種類によって、まあ、分けてるんですけど、まあ、これは後でこうあれで出るかな、まあ、こっちだったらちょっとクランク系が上にバーッと、まあ、クローラップとか、まあ、入ってたりして、まあ、あとは下にも、ね、下段にも入るので、まあ、下段にも、まあ、バッと入れてると、まあ、デカレゼロとかそんなちょっと大きめのプラグが下段に入っているというボックスが、2つあります。こっちはディーブローシャットちょっとこうフィネス系っぽい、まあ、ビッグメイトが現代に入ってますけど、まあ、プラグがまずこの2つですね。こちらに置いてで、まあ肝心のワームというか、ワーム系が大きく分けるとですね、3つかな。ワームは大きく分けるとこんな感じです。この、ちょっと未だに発売してませんが、幻のディスタイルバッカー台のプロトですね。これに一応3つ、収納してます。まあ1つはもう、ディスタイル製品すべて入ってるやつで、もう1つは、まあ、こういった、まあ、ゲイリーさんとかそんなのが入ってます。でもう1つのこのボックスはもう、まあ、いろんなメーカーのワームが入ってて、まあ、お試しだったりとか、まあ、ちょっとこの動きみたいなのが、まあそんなボックスですね。まあ、ディスタイル以外っていう感じで、まあ、ディスタイルに関してはこんな感じで、まあ細かく分けちゃうと結構取るのが大変なので結構まとめてます。まあ、例えばこれ、まあ、ビローラの4発売間近ですけど、まあ、これなんかは、そうですね、まあ2袋に分けてて、まあ、こっち3色、こっち4色とかそういった感じで1袋に何色かをバッとまとめていく。この一応2袋でビローラ全てのカラーが複数匹入ってるっていう状態ですね。だったり、まあ、あとは同じビローラで 2.8 インチも同じような感じで、まあ、2袋に、まあ、ギュギュッとこう、これ4か、これ4か、まあ、2.8 インチもこうこういう感じで2袋で、まあ、各な、1袋に4、3、5ぐらい入っていると、まあ、よく使う色は多めに出てみたいな感じですね。あとは、まあ、例えばトラスターなんかだったら、まあ、ブリスターに入れるところが正直、型崩れするのが嫌な人はブリスターに入れといた方がいいと思うんですけど、まあ、トーナメンター、まあ、僕みたいにトーナメンターでバッと量を使うような人は正直ブリスターでバコーンと入れておくともうガサバってしょうがないので、試合で本当に使うやつとかをブリスターに入れておくんですが、まあ、そんなにこうトラスターの場合意外とこうガサッと入れても、まあ、アクションにそこまで影響出ないので、まあ、こういったジップロックに
これも、まあ、ちょっとだいぶ消耗しちゃってるけど、ガサッと入れてます。でこれでまあ本当に試合で必要な時はブリスターにこう綺麗に入れて試合用のやつを作るっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、例えば SVS のこと、こそ入れて、まあ、これがもう一応このボックス一つでディスタイルの全、種類は入ってる、まあ、ボックスになります。まあ、これはワームが一応3セットですね。こんな感じであると、まあ、レンタルボートとかの時はこれをさらにここから分けて持っていってます。で、ブレード系ですね。ブレード系というか、まあ、スピナーベイト、とか、まあ、D スパイカーとか D ブレードとかバズとかがここに入っている、この、まあ、バッカンなのかな、これ小さめのケースに入ってます。これはもうこういう感じで、例えば、ね、これ D スパイカー8分の3オンスもう5ソットこれ1つ入ってる。例えばこれだったらもう D スパイカー2分の1オンス1袋にガサッとまとめて入れてる。これ例えばあとは D ブレード 12g、10g で、8g という感じで、結構こうやって入れとくとすぐプッと出せるので、で、まあ、2分の1だったら2分の1で出して、ここから好きな色を選んで使うっていう収納法ですね。まあやっぱりね、何色か持っておきたいんで、ボートの場合はもうこれをごそっと持ってるという、まあ、ブレードシリーズです。で、あとまあちょっと細かくなるんですが、あとジグですね。絶対持ってくのはジグ、スモラバ系とか、まあ、フットボールも入ってるんですけど、まあ、ちょっと見にくいかもしれないですけど、ウェイトがまあ書いてあって、まあ、0.9、1.3、1.8、2.3 ってこの色、まあ、これ緑ラインが D ジグが入ってる各ウェイトで、この赤で表記されてる 1.8、2.3、2.2、3.3、3.8、これが D ジグカバーが入ってます。あとこの辺はまあフットボールとか 9g、11、14入ってますけど、まあ、これ1個でもこんな感じでジグ系、まあ、D ジグもガッツリ入ってますけど、まあ、こういったジグボックスがまず1つと。で、まあ、あとはね、プロトロワームとか、まあ、例えばね、今ちょっとテストしてる、まあブルーのシャットテールだったり、まあ、こんなのはちょっとイレギュラーに入れてるプロト系のワームですけど、まあ、あとはちょっと発売延期になっちゃいましたけど、まあ、D スイマーのボックスとかですね。で、まあ、こういった小物類はまあこういう、まあ、ちっちゃいケースに入れたり、あとはこれディスタイルのマルチポーチ、まあ、これなんかは今4ケース一応持ってるんですけど、まあ、これもちょっとイレギュラーに変わるんですけど、今例えばこれだったらもうプロトワームボックスみたいな、まあ、こういうバックスライド系が入ってたりとか、まあ、この D スイマーの、あ、D スイマーじゃない、ブルーのシャットテールが入ってたりとか、まあ、トラスターのちっちゃいやつ入ってたりとか、まあ、これはもう全部完全にプロトのワームを1個にマルチポーチにまとめていると。で、まあ、ちょっともう発売になったけど、これも同じ、これはちょっとビローラの新色ですね、入ってる、まあ、レギュラーのワームボックスと、まあ、ちょっとこう追加新しいプロトとかその新しいカラーのやつで一応ちょっと分けて、まあ、これもね、あの発売になったらこっち側に移したりとかするんですけど、あとはこんなラインですよね、リーダーをまとめたラインドボックスだったり、あとはこれはもうごっそりちょっともういろんなものが入ってます。小物類ガサッとこうぐちゃぐちゃですけど、まあ瞬間接着剤とか、ほんとペンとか、こういうなんていうのかな、ハードベイトに貼るマーキングとか、こういったなんていうの、まあいろいろ入れてる、マルチポーチに入れてるボックス、まあ、このマルチポーチが一応今は4つです。これが増えたり減ったりします。で、最後、まあ、フックと、シンカールですね。これちょっとね最近変えたんですけど、まあ、フックはこういう感じで、例えば DAS オフセットガサッとこのケースでね、こうシールが売ってますんで、こういう感じで全部分けてます。だからもう一発で上から見ただけで、例えばまあ
DS の、ベイトフィネスが欲しいなと思ったら買っとく、DS だったらもう買っとく、まあ、TNS だったらもう買っとく、まあ、ヘビーデューティーだったらもう買っとく、まあ、これがもう一連の針フックボックスです。これ1個全部フックボックスで、もう1個同じバック管で、まあ、こちらはもうシンカー類ですね。まあまあ、ジグネットとか重りのついたフック類だったり、シンカー系ですね。シンカー、まあ、ダウンショットシンカーとかテキサスシンカーとか、まあ、そんなのを入れてるボックス、まあ、ジグヘッドとかね、はい、まあ、こんな感じで、シンカーボックスもあり、はい、っていう一応全タックルこれです。これをベースにまあ入れたり入れたり、もう本当のまあ、こう今ガレージの中にいっぱいいるはあるんですけど、本当のスーパー一軍がこれになります。